皆さんこんにちは、司会の伊藤愛です。それでは9月1日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。暮らしの情報では健康づくりについて、家庭の防災講座は頭上演習についてお送りいたします。市民の皆さんをゲストに招いてお送りするやいきのコーナー、今回は容姿たな大王がゲストです。詩人仕事のコーナーではサッカーチーム FC 伊勢志摩をご紹介いたします。まずは暮らしの情報コーナーです。今回は元気で生き生きとした生活を送るために大切な健康づくりについてです。お話をお伺いするのは健康推進課の林さんです。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回のテーマは健康づくりについてですね。はい、元気で生き生きした生活を送るには健康であることがとても大切だと思うんですが。そうですね、はいはい、伊藤さんは何か健康のために気をつけていることってありますか？そうですね、まあ、できる限りですが食事には気をつけている方かなとは思いますね。食事に気をつける、それもとても大切ですね。はいはい、では運動はどうですか？運動は体を動かしたりするのはすごく好きなんですけど、なかなか忙しかったりしてその機会がないのが現状かなと思いますね。なかなかっていうところなんですね。はい、実はですね、まあ、普段から体を動かすことで糖尿病とか心臓病、あとはロコモティブシンドローム、うつ、認知症などそういった病気になるリスクをね、下げることが、はい、分かってるんですよ。ということはやはりその運動っていうのは私たちの健康にはもう本当に深い関わりがあるということなんですね。とても大切になってきますね。はい、で今ちらっと聞こえたのがロコモティブ、はいはい、それはロコモティブシンドロームですね。はいはい、ロコモティブシンドロームなんですが、ですね、まあ、筋力の低下などによって自立した生活ができなくなって、はい、まあ、介護が必要となる危険性が高い状態を指すんです。はい、じゃあこういったところもやっぱりその言葉を聞くとね、はい、やっぱり健康に気をつけなきゃなっていうふうには思ったりするんですけど、はい、運動ってやっぱり皆さんねやらなきゃなとかいろいろ思ってる方多いと思うんですけど、はい、なかなかその一歩が踏み出せないっていうのがね多いと思うんですけども。そうですよね、うん、なかなか運動は大事ですと言われても急に何をしていいかね、そういった方も多いかと思うんですが、はい、そこでですね、はい、今回ご紹介するのがアクティブガイドプラス10というものなんですが、はい、伊藤さんはご存知ですか？いや、初めて聞きました。どういったものなんですか？はい、アクティブガイドプラス10というのはですね、はい、例えば、はい、今より10分ね、多く毎日体を動かしていこうということなんです。だからプラス10なんですね。はい、うん、そうなんです。それではですね、はい、先ほど運動はあんまりと言っていた伊藤さんなんですが今日はですね、はい、健康のための身体活動チェックというのを、ねね、があるのでぜひ一緒にやっていただきたいなと思うんですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではお願いします。ではまず、チェックの方を始めていきましょう。はい、はい、こうスタートですね。はい、ではまず毎日合計60分以上歩いたり動いたりしていますか？60分歩いてないですね。ではノーですね。ノーで、はい、運動習慣があるということなんですが、1回この運動習慣というのは1回30分以上、まあ、軽く汗をかく運動を週2日以上で、これをですね1年以上行っているということなんですが、ここもイエスと言いたいところですがノーです、ね、ではノーの方ですね。はいはい、では同世代の同性と比べてですね、はい、歩くスピードは速い。私ねこれはね歩くスピード遅いんですよ。遅いですか？はい、はい、ではこれもノーで。ノーで、はい、では伊藤さんの結果が出ますがよろしいでしょうか？ちょっと緊張しますねドキドキする、はい、はい。伊藤さんの結果なんですが1の気づくということでした。はいはい、位置ってなんか良さそうな感じがしますが、はい、では見ていきましょう。はい、このままではですねあなたの健康が心配です。あららら、はいはい、いつどこでプラス10できるか考えてみませんかという結果でした。はあ、確かに振り返ってみて今もうドキッとする言葉が多かったですもん。本当ですか？はい、はい、体を動かす機会とか環境っていうのは身の回りにですねたくさんあります。それがいつなのかどこなのかっていうことを少しねご自身の生活を振り返ってもらってちょっと見直してもらうといいかなと思います。
例えばどんなことができますかね。そうですね、例えば伊藤さんですね、はい、近所に買い物に行くとか、あとは近所のお友達のところにですね出かけるって言った時、何で行かれますか。いやもう大体がもう車ですね。大体が車、はい、そうですね。それをですね自転車で行くとか、あとは歩いて行くというふうに変えてみるっていうことはできそうですかね。そうですね、まあ、少しの距離ぐらいだったら歩けなくもないんだけど、ついつい暑いからとか自分なりに理由をつけてしまっているところもあるので、はい、そのあたりをちょっと歩くに置き換えたりとか、はい、あとの例えばスーパーとかに出かけた時とかに、はい、ついついこう近くの駐車場に止めようとしてしまうので、はい、まあ、少しぐらい距離を置いてそこから歩くとか、はい、ちょっと気持ちの持ち方でもいろいろできそうな気はしますね。あ、すごく今いいポイントを言ってくださったので、はい、そういった駐車場ね、店舗の入り口から遠いところに車を止めて歩くだけでも随分違うと思いますので、はい、そういったことを積み重ねていっていただければね、効果が出てくるのかなというふうに思います。確かにね、はいはい、あとはですね先ほど歩くと言いましたが、はい、その歩く歩幅を少し広くとってみるとか、いつもより少し速度を上げてみるっていうことも効果的かなというふうに思います、うん、はい、ちなみに林さんはプラス点は実践されてるんですか。はい、先ほど伊藤さんが言ってくださった、はい、私もスーパーの出入り口とはですね遠くに車を止めたりですとか、はい、あとはですね、なるべくエスカレーターとかエレベーターを使わずに階段を利用するようにしています。だからこれだけ生き生きされてるんですね。ありがとうございます私も見習って頑張っていきたいなと思いますし、ぜひね、テレビをご覧の皆さんにもプラス点実践してほしいなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてのコーナーは家庭の防災講座です。ご家庭でできる防災お役立ち情報のほか、豆知識などをご紹介していきます。今回の講座は頭上演習についてです。お話をお伺いするのは地域防災室の高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、頭上演習についてということなんですが、どういったものなんでしょうか。はい、頭上演習とは地図を用いて大規模な災害が発生した場合を想定し、はい、その地図に想定された被害や状況を書き込み、その対応を考えていく演習です、はい、現在では災害創造ゲーム、略してリグとも言われております、はい、この頭上演、つまり実際にこう地図を広げて、はい、まあ、いろんな情報とかが入ってくるんですけど、それを例えば書き込んだりとか、はい、その時々に判断したりとかっていうようなことなんでしょうかね。そうです、はい、ワークショップの技術を活用するなどいろいろな演習方法があり、地域の防災力向上のため、自助、共助、公助の確立に向けた取り組みとして広がりを見せています。はい、志摩市でも取り組みはされてるんですか。はい、市役所でも8月7日に災害対策本部の設置と、はい、運営の頭上演習を行いました、はい、その時はどういったものだったんでしょうか。はい、演習は深夜や早朝の勤務時間外に、今回は早朝の想定だったのですが、大規模な地震災害が発生したことを想定し、限られた人員により効率的効果的に災害対策本部を設置運営する方法について演習を行いました。はい、演習では職員が総務広報班、市民対応班、応急対応班などの班に分かれ、災害状況や避難所などの状況についてそれぞれの役割に応じた対応策を決定したり、指示を出すなど実践的な方法で行われました。先ほど深夜とか早朝というふうにもおっしゃられてましたが、それには何か意味があるんですか。はい、深夜や早朝などの勤務時間外に大規模な災害が発生した場合、職員も被災しているなど体制の構築が速やかにできず、災害状況の把握に時間がかかることが予想されます。そのため限られた人員で効率的に初動時の災害対応が行えるよう、こういった想定で演習を行いました。はい、そしてその時の模様がこちらの VTR に、はい、あるんですね。このように5分ごとに、付与情報が出されて、参加された職員の皆さんは大変忙しかったのですが、
実際の災害が発生した場合と同様に真剣に取り組んでいただきました。また大口市長も実際の災害と同様に災害対策本部長として参加しました。もう見ているとやっぱりね、いろんな情報が入ってきますから、はい、その時々の判断っていうのも難しそうですね。はい、そうですね。なかなか大変だったと思うんですけど、皆さんよくやってくれたと思います。はい、そして私ちょっと感じたのが、これはまあ市役所としての、まあ、取り組みだったと思うんですが、はい、私たちも身近に置き換えてできることっていうのもありそうですよね。そうですね。他の自治体やその自治会の自主防災組織などでも実施しているところはありますし、もしそういった団体で実施をしたい場合はですね、地域防災室までお問い合わせをいただければいいかと思います。そうですね。はい、私たちが住んでいる場所はどういった状況なのかっていうのを改めて知ることができますし、はい、まあ、危険箇所っていうのもね、皆さん知っていただくことによって防災の意識っていうのも高まると思いますから、はい、ぜひこういった取り組みをね、身近なところでやっていただきたいなと思いますし、分からなければ、ね、地域防災室などに問い合わせればいいわけですよね。その時はまたお問い合わせの方をお願いします。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては市内で活動する市民の皆さんをゲストに招いてお送りするやいきのコーナー。今回のやいきな団体はようしたな大王の皆さんです。スタジオには篠田さんと川津さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、このユニフォームっていうんですか、はい、はい、色鮮やかでいいですね。パッとこう表情まで明るくなるような感じなんですが、はい、お揃いということは皆さんの、はい、ユニフォームです。うん、このピンクがようしたなのカラーなんです。イメージカラー、はい、また大王って書いてあるんですけど、後ろの方にはちょっと、ね、私の方には見えてるんですけど、ようしたなっていうのがようしたな、はい、なってますが、はい、では早速ちょっとお話も伺っていきたいなと思うんですが、はい、皆さんはどういった団体でいらっしゃるんですか。どう、健康体操、ね、そうですね、週2回月曜と水曜の午後、推薦で健康体操、オーバーボール体操などをやってます。だからこうしたちょっと動きやすい、はい、カジュアルな服装なんですね。でちょっとこの、名前の由来にもこのピンクっていうのが関係してるんですけど。そうなんですよ、気になってたのこの名前。ねえ、どういった思いでつけられたものなんですか。ようしたなっていうのは、はい、の大王の名切地区で、初馬の時の林言葉なんですね。奥義持ってようしたな、ようしたなって、うん、でそれがこの日の丸の奥義 で、 ほんでピンクがいいなっていうことで、ほんでピンクのカラーになったんです。よく考えていらっしゃる。まあでも自分たちのやっぱり名前でもありますから、す親しみのあるものがいいですよね。はいはい、うん、皆さんにも覚えていただけますし、はいはい、そして具体的にちょっとね、皆さんの活動について伺いたいんですけども、その体操って言ってもいろいろありますよね。はい、どういったことされてらっしゃるんですか。普通の体を動かす立っての体操とか、はい、オーバーボールを使って、小さいボールなんですけど、はい、それを使った体操とか、うん、いろいろやってます。うん、どちらかというと激しい運動というよりはストレッチ感覚なんですか。そうですね。はい、そもそもどういった経緯でこの活動っていうのは始まったんですか。私はまだ入って3年目ですので篠田さんは最初の設立当時からやってられますので、はい、どうぞ。今年で6年目になるんですけども、グループができてから、はい、何かこう体に良いことをしたいなっていうメンバーが集まって、でできました。もともと体は動かされてたんですか。いえ、全然動かせないです逆にもうこの機会に動かすぞぐらいの気持ちで。そうですね、一人ではなかなか家では動かしにくいので、やっぱりみんなで集まってワイワイ言いながら体操できるのがいいなと思ってます。そんなワイワイした姿っていうのがですね、はい、今こちらの VTR にもあるんですけども、はい、これはどういったことをされてるんですか。これはウォーミングアップ準備体操になるんですけども、早起きた人から足をブラブラしながら準備体操して、いろいろストレッチやってます。なんで
ちょっと全員集まったなと思ったらマットを片付けて立って、今度は健康体操っていうかリズムウォーキングとかやってます。へー。でボール体操とか、はい、まあ、本当にねどれもこう身近にあるものでできるという、あそうですね、ねもありますけど、はい、やっぱり気になったのは皆さんのこの生き生きとした楽しそうな表情ですね。参加されていかがですか？すごく健康的になりましたね。やっぱりこの実感っていうのはありますか、参加する前に？だから上がらなかった腕が上がるようになったり、やっぱり腰の調子なんかもすごくいいです。そうですか、はい、じゃあやっぱりね体の部分もあるでしょうが、うん、こう気持ちの明るさというか そのあたりも出てくるんでしょうね、はい、やっぱり一人だとね続かないですけど、皆さんと一緒になったらね続くと思います、ね。まあ、時々おしゃべりなんかも挟みながら、そうです、うん、で今度は音楽に合わせて、はい、する昔のように似た年代の知ってる音楽、恋の風雅とかヤングマンとかボール使ったりして、それもまた楽しいんです。いいですね、馴染みの曲ですから。そうです、ね、口ずさみながら、はい、みんなで、ね、今本当にもうお話しされてるのもそうですけどね、皆さんの楽しそうな表情っていうのが分かるんですが、メンバーの皆さんの雰囲気っていうのはいかがですか？あなんかそうですね、あいあいね、じゃあまあ一つ仲良くやってます。憩いの場にもなってる感じですかね、はいはい、うん、あとは今後についてはどうですか？そうですね、どんどんこうちょっと体操やりたいなって思う人は年齢関係なく入ってきてもらって、一人でポコンと入ってきてもすぐ一緒に馴染んでできると思うんですね。分かります。今の感じ私もいけそうな感じです。そう思って、はいはい、でそんなに難しくないし、だけど体には結構いい感じやもんで、みんなに入ってきてほしいし、今のメンバーもずっと続けてほしいなと思ってます、うん、はい、ね、見よう見まねでもできそうですし、ね、はい、ね、間違うとかそんなのはもう気にせずにね。あとはその皆さんこうやって集まっての活動ですけど、外に出られる機会とかもあったりするんですか？あ、そうですね、この地元で9月15日に、うん、大王のわらじ祭りっていうのがあるんですけども、それには毎年呼んでいただいて、はい、健康体操、今年は恋の風雅をやるんですけど、そうですね、で島市 の、はい、健康体操ふれあい島っていうのが10月7日にあるんですけども、ね、それは市内の健康体操のグループがみんな集まって交流会があるんです、うん、それにもみんなぜひ来ていただきたいと思います、ね、じゃあそれに向けての練習もこれから、はい、はい、いやでもね、楽しみです、うん、なんかこう運動ってね考えるとこう難しく思われる方も多いと思うんですけども、うん、ちょっとしたこの腕の上げ下げとか、ね、足を上げたりとかね、身近でできるものですから、はい、ぜひ皆さんにも気軽に。メンバーとか募集されてますか？はい、もういつでもどうぞ。もう広く空いてますので。じゃあ改めてちょっと活動日と、はい、教えていただいてもいいですか？はい、毎週月曜日と水曜日です。1時半から3時まで、はい、市民病院裏 の、 健康福祉センター推薦というところでやってますので、はい、これも女性に限らず男性も OK ですけど、今のところ女性だけしか、はい、気にしないよという方はぜひ。そうです ね、 ね、はい、皆さんで仲良く和気あいあいと、はい、ね、はい、ぜひこれからも健康であり続けて、はい、そして多くの人にもね刺激を与えてほしいなと思いますので、はい、はい、負けないぐらいという気持ちで、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。続いてのコーナーは、志を持って島を活性化している人や観光資源の開発事業などを紹介する詩人仕事のコーナー。今回はサッカーチーム FC 伊勢志摩をご紹介します。 FC 伊勢志摩について高橋さんと長島さんにお話をお伺いしましたので、その模様をご覧ください。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまず自己紹介からお願いします。はい、事務局担当してます高橋弘明です。よろしくお願いします。はい、先週やらさせてもらってます長島健太郎です。よろしくお願いします。それでは FC 伊勢志摩について教えてください。
はい、2012年12月に設立しました。以降2013年5月から三重県社会人2部リーグを戦っていまして、現在5勝1分けで首位です。何チーム？8チームあります。はい、今度と8チーム中、今年は3チーム1部に自動昇格ができまして、三重県1部、東海2部、東海1部、JFL、 来年新設される J3、J2、J1 と10年後 J リーグ目指して戦っています。それではこれまでの試合結果や活動について教えてください。はい、現在三重県社会人2部リーグで8チーム中首位を走っています。で、今年の結果は？今年の結果は、現在6節まで終了して5勝1分けで首位です。選手は今何人いるんですか？はい、現在20名前後の選手が所属して活動しています。はい、注目の選手というのはいるんでしょうか？はい、まあ、まず1人、2人いるんですけど、1人は、まあ、四日市中央工業高校を去年卒業して今年島に移り住んで仕事している川本翔太郎っていう選手が1人いています。で、サイドバックで現在も毎試合必ず試合に出場しています。はい、であともう1人、津工業高校出身の溝田光がいるんですけど、彼は18歳以下の日本代表にも選ばれたことのある選手で、現在も一番チームの中で得点を取っています。じゃあもう今後も注目の、その選手に注目して。そうですね、ということですね。はい、じゃあ長嶋さんもずっとサッカーをやられてこられたんですか？はい、僕も小中高大学とサッカーをしてきて、社会人になっても島、今年から島でプレーしています。ポジションはどこになるんでしょうか？はい、僕はセンターバックで出ています。お仕事も？そうですね、はい、仕事も僕は、まあ、サッカーを教えるのが一番メインの仕事で、はいはい、今日もこの後教えに行きます。サッカーを教えているとおっしゃっていましたけど、サッカースクールもやられてるんですか？はい、そうですね、幼稚園から小学校6年生を対象としたジュニアサッカースクールを開校しています。そのサッカースクールには今何人ぐらいいるんでしょうか？今65人の子どもたちが参加してくれてます。それはいつどこで行われてるんですか？はい、毎週火曜日、アゴアリーナの隣にあるアゴふるさと公園多目的運動場で午後6時半から練習してます。このサッカースクールはその長嶋さんのような選手たちも来られて教えていただけるということですか？はい、そうですね、彼長嶋もそうですし、先ほど名前が挙がった川本くんも参加してくれてます。そのサッカースクールに参加したい場合はどうすればいいんでしょうか？はい、 FC 瀬島のホームページまたは事務局まで連絡していただければ、私高橋が対応することになっております。それでは今後の展望について教えてください。はい、現在三重県の2部リーグを戦っていて順調に勝ち進んでいるので、来年三重県1部を挑戦して、再来年には東海リーグに挑戦できる権利を得たいと思います。東海リーグは、三重、愛知、静岡、岐阜ですね。岐阜が入ってるんですね。はい、そこはその入れ替え戦が。そうですね、三重県の中だけじゃなくて静岡、愛知の強豪のチームで、また岐阜にも強豪のチームがいくつもあるので、そこと勝負して勝ち上がっていかないと東海リーグで J リーグまではたどり着かないんで頑張りたいと思います。9月にはこちらで試合が行われるということなんですが。はい、9月22日11時からこちらの素晴らしい根室の里スポーツスタジアムで、先ほどありましたよね、三重県社会人2部リーグが行われます。相手はどちらのチーム？スワットというチームになります。どこのチーム？松阪市ですね。はい、僕も出るための準備をしているので応援よろしくお願いします。 FC 瀬島ではサポーター会員募集してます。まず9月22日こちら根室の里に皆さん応援に来てください。応援よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。それでは今回の島の国チャンネル、この辺で失礼いたします。次回もどうぞご覧ください。